お匂いってきたっぽい。よかったら食べていきますか。いいの？チャーハンばかり食べてそうだから。エビと玉ねぎと三つ葉のかき揚げ作れるとか、五条くん天才かよ。いろー、水泳部じゃないのに瓶以外も OK でしょ。足つけちゃおう。ではさすがに一瞬一瞬。北川さん、ガチめに死ぬかと思った。本当ですよ。私マジで浮かないんだよね。今月頭くらいに。泳げないのにって。あ、はい。喋ったり写真撮ったり、全然余裕で楽しい。波の音聞きながら海に光が吐きたくなっちゃって。泳げないくせに。やばくないです。ひな人形好きです。俺も面相書き全然うまくできないのに。まさにそんな感じ。それだけは。それはマジで気をつけるから。祭り探すか。